交付申請書を持っている場合の大まかな手順は、申請書に印刷されている氏名などを確認します。顔写真を貼り付けます。電話番号を記入します。申請日を記入します。署名または記名押印をします。送付用封筒に申請書を入れて投函します。それでは、通知カードと一緒に送付された申請書を例に説明していきます。申請書に印刷されている氏名、住所、生年月日、性別に誤りがないか確認してください。次に電話番号を記入してください。日中に連絡がつきやすい番号の記入をお願いいたします。申請書を裏返して、顔写真貼り付け欄に写真を貼り付けてください。この写真がカードに掲載されます。顔写真は、正面、無謀、無背景で、最近6ヶ月以内に撮影したものを使用してください。サイズは、縦 4.5 センチ、横 3.5 センチで、白黒の写真でも大丈夫です。写真の裏面には、氏名、生年月日を忘れずに記入してください。申請日を記入し、申請者ご本人が署名してください。申請日は、馬暦、西暦、どちらでも構いません。署名はご自分で手書きしてください。手書きではなく、ハンコや印字した場合などは、合わせて押印をお願いいたします。署名用電子証明書不要、利用者証明用電子証明書不要の欄にチェックを入れると、マイナンバーカードの IC チップに電子証明書が搭載されません。電子証明書が搭載されていないカードでは、コンビニでの証明書の交付や e-tax の利用、各種オンライン申請などができなくなりますのでご注意ください。なお、これまでに川崎市で申請されたマイナンバーカードのほとんどが電子証明書搭載となっています。電子証明書については動画、電子証明書についてで詳しく説明しています。記入漏れがないかを確認し、申請書の上下を切り取り線で切り離してください。申請書だけを送付用封筒に入れて、のり付けして封をしてください。封筒にも、住所、氏名を忘れずに記入してください。封筒を投函して、申請手続きは完了です。郵送料は不要です。通常は約1ヶ月後に交付通知書が届きますので、通知書に同封された案内を参照して、マイナンバーカードの交付を受けてください。なお、封筒をなくした場合は、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。マイナンバーカードは、スマートフォンやパソコンでも申請ができます。パソコンの場合は、IC カードリーダーライターも必要です。詳しくは、マイナンバーカード総合サイトでご確認ください。マイナンバーカードの初回交付は無料です。マイナンバーカードは身分証明書として利用できるほか、コンビニで住民票などの公的な証明書の取得ができたり、各種行政手続きのオンライン申請にも利用できる便利なカードです。